二代目、北村六郎一月六日隊は、日本の俳優。本名は、神田和之。新派所属で、野号は緑屋。縄文は石持ちちぬき座サリンド二代目市川月の助として、歌舞伎の舞台にも立った。歌舞伎役者時代の野号は、沢社屋。縄文は、大石沢社。立役。所属事務所は、松竹エンタテインメント。新潟県出身。 実前を病気で亡くして人生に絶望しかけたときに、母親の勧めで、国立劇場第9期歌舞伎俳優を受講する。寿司屋でアルバイトをしながら歌舞伎研修に勤しむ、毎日であったという。1988年4月に、本名の神田和幸を名乗り、歌舞伎座にて、金本中心蔵三段目の本蔵家来ほかで、初舞台。同年7月に、沢社屋の四代目。 一川段四郎に入門し、10月から一川段次郎を名乗る。1994年には三代目、一川猿之助の部屋子となり、修行を続け、2000年に、名大昇進。2011年12月19日付にて二代目、一川月之助を襲名。身長182センチメートル、体重74キログラムとその長身の体育を生かし、二枚目から実悪。 色的まで務める。歌舞伎のみならず、朗読劇や日本舞踊、西洋舞踊、新パ、新劇やテレビ時代劇に至るまで様々な活動を展開した。2016年1月劇団新パへ入団し、北村六郎を二代目として襲名することを明らかにした。同年9月1日開幕の新橋演舞場、9月新パ特別公演、にて正式に二代目、北村六郎を襲名。 襲名披露公演は、新橋演舞場と大阪小竹座にて行われた。非生活では、2013年1月27日に、元宝塚歌劇団中組、トップスターで女優の木上系と結婚、同月30日に公表した。2020年2月3日、週刊文春が、不倫報道を掲載した。記事によると、女優の鈴木杏樹と、昨年の暮れより、 海岸デートやラブホテルなどで一時を過ごすといった不倫関係にあると報道された。市川段次郎に関するカテゴリー、市川勝之助に関するカテゴリー、ありがとうございます。